こんにちは、ファッキオンサムヘルマット丸山でございます。ドクターストレンジ見てまいりましたので早速レビューしていきたいと思います。前半は、ネタバレなしで、話していきまして、後半ですねネタバレありでストーリーに沿って話していきたいと思います。まとめというか総評みたいなところなんですけど、ヒーローがホラー映画に飛び込んだような映画となってます。ホラー描写満載の映画ですね。まあやっぱサムライミの、功績が多いのかなという印象でございました。前作一作目同様ドラッキーな描写ですねがあったりと、まああとはあの幾何学模様のね描写と、あとエッシャーみたいな、騙し絵みたいな、描写も前作同様ありつつも、より、今回はホラー描写が多いと。そしてね、前作はね、オカルト、オカルトではあると思うんです。今回も前作も。ストレンジ自体がオカルトのキャラなのかなというイメージなんですけど、前作はオカルトの中でも、もう、なんでしょう、神秘的なもの、超能力とか、魔術とか、そういうテーマだったと思うんですけど、今回は、より、その、ホラー的なオカルトの、要素ですね。悪霊だったりとか、悪魔だったりね、ゾンビだったりと、そういったオカルトの側面を、前面に押し出した一作だと思います。でね、もう今回ね、もうアイデア満載ですね。絵だけ見ても、そんな先ほど言ったドラッキーな描写あったりと、いろんな絵を見せてくれます。一作で、いろんなところに連れてってくれますね。ものすごい、見てるだけで楽しい映画です。で、今回特にね、思ったのがね、音の使い方です。音の使い方がね、すげえ面白い音の使い方してるなぁと思いました。普通映画って、BGM があって、盛り上がってって次の場面に変わったら音がなくなってるみたいなパターンが多いと思うんですけど、音盛り上がってって、盛り上がってるところで次の場面行ってまだ音が鳴ってるって、つながりを意識した音の作り方をしてましたね。はい。で、それで言うと音楽、ダニー・エルフマン、代表的なところを言いますと、ティム・バートンのバットマン、あとティム・バートンの、作品にだいぶ多く関わってますというところです。ちょっとおどろおどろしいというか、ちょっと不思議な感じの音楽を使いながらも、けれんみのある音楽を作ってるイメージがあります。あとエイジ・オブ・ウルトロンも、ちょっとやってますという感じの音楽ですね、今回。で、話のね、テンポがむちゃくちゃ早い。早いっていうかね、話の展開がすごい多くて、なので、ものすごくスピーディーです。その分、むちゃくちゃ早いですね。多分ね、このテンポ、普通のテンポで、この映画やろうとしたら多分3時間ぐらいになってると思うんで、ものすごい早いですね。で、前作1作目、ドクター・ストレンジはね、時間をテーマにした作品だったとは思うんですが、今回はね、二面性ですね。人間の二面性をテーマとした一作になってるかなという印象でございました。で、監督、はい。もう皆さんご存知、サムライミでございますと、スパイダーマンですね。あと、狩猟の腹渡と、やっておりますと。一番新しいホラーで言うと、スペルかな。撮ってますという感じですね。この人はもう、ケレン味がものすごいあると。スパイダーマン2とかね。有名ですけど、見てもらえればわかると思うんですけど、あのね、スパイダーマン2何がすごいって、スパイダーマン映画であると同時に、サムライミのホラー描写のうまさというか、そういうものがね、ものすごい、すごいいいバランスで入ってる映画だからいいんじゃないかという感じがしました。それで言うとね、もう、ほぼスパイダーマン2ですね。これね、今回ね。ほぼスパイダーマン2みたいな話の流れ、な気がしてます、今ふと思った。すごい似てると思いますね。はい。でもケレン味ですね。なんといってもカメラワーク、なんかズームが特徴的な気がします。あの人はレンズで寄るようなズームほとんどしないですね。カメラの物体を動かすのがすごく好きなのかなっていう感じがしますね。カメラ自体で寄ってくズームとかね、結構重要なところでファンって使われたりするんですけど、今回も使われてましたね。スパイダーマンでも結構その、ゴブリンが出てくるところとか、ふわーっとこう、カメラを寄ってく演出、すごく多い。あの人はすごく多いですね。狩猟の腹渡も有名なシェイキーカムも、ステディーカムの簡易版みたいなやつね、を作ったと。自分たちで作って、冒頭のシーンですね、狩猟の腹渡の。狩猟の
視点でこう動くカメラワークという感じで、まあやっぱカメラワークに対するこだわりが強い監督だなというイメージを持ってます。てな感じでね、すごいいい塩梅のバランスがあります。ヒーロー映画にもなってる。でも、もうベースは完全にホラー映画だという絶妙なバランスだと思います。はい。ではね、ちょっとネタバレありで、ここから話していこうと思います。はい。で、冒頭ですね、もういきなり追っかけっこから始まってますと。もうこれ、もう冒頭のあの追っかけっこにね、全部詰まってる感じがしますね。まあ後々見ていくともう終盤ぐらいまでずっと追っかけっこしてますもんね。だそう考えるとやっぱ、追っかけっこしてるっていう点と、あとアメリカ・チャベスですね。これを殺すのか殺さないのかっていうところの選択。これも最後に問われるっていうところ。で、やっぱりここに全部詰まってるなという印象でございました。結婚式行きますと。で、結婚式がありまして、ニューヨークのバトルか、アメリカ・チャベスが来て、バトルになりますと。うん、ここね、すごく楽しい。あの、タコみたいなやつ、なんだっけ。あ、ガルガントスね。ガルガントス。ガルガントスが出てきて戦いますと。前作よりね、いろんなできることがすごい増えてると。ストレンジの。で、それがあってね、いろいろここで新しく、見れる技。これが見れてね、結構楽しいシーンになってますと。っていうのと同時に、チャベスのね、叫び、もう悲鳴ですね。悲鳴がもうここでもうふんだんに、使われますというところでして、もう完全に侍海老のね、お箱、叫びというところ、もういきなりここで入ってきますという感じでした。で、ワンダが出てきますと。夢が覚めますと。覚めるともう、ルックがもうここでだいぶ違いますね。夢のシーンと、現実のシーンですね。だいぶ、現実がすごい冷たい感じの、色味というか、ルックになっておりますと。すごい対比が出てますね、すでにここで。で、リンゴ園に来ますと、ストレンジが。あそこ怖いっすね。リンゴ園がこう真っ赤に染まっていく。ワンダの表情もね、もう硬くなっていくと、すげえ怖いっす。もうすでに侍海老らしさというか、怖さが出てますね、ここね。で、カマタージ行きますと、もうチート級強すぎます。強すぎ。本当にね、無理です。あんな倒せない。本当に強すぎる。侵入されて、ワンダがミラー次元に閉じ込められますと。まあ、そこもね、すごく嫌な、演出、嫌な感じすごいしますね。で、鏡張りになってると。で、割れた鏡に映るワンダ。壊れた自我。みたいなものが出てますと。まあ、あの時のワンダじゃないんだっていうのが見えましたね、あそこで。で、出てくるところっすよ。反射してるものから攻撃してくる。もう完全にモンスターですよね、あれね。モンスター、完全に怖い。もうドラから出てくるところなんてもう完全にクリーチャーのあのガキガキって感じでしたね。もう楽しかったっすね、あそこもね。ここで一回逃げるためにアメリカ・チャベスとストレンジは、マルチバースを渡りますと。ここ、もう一番見どころと言っていいぐらいの超楽しいドラッキーなマルチバース超越描写というかっていうのがありますと。もう超楽しいですね。ビートルズのマジカルミステリーツアーを流しながら見たいぐらいのドラッキーな描写。まあリボルバーでもいいかもしれない。すごいドラッキーな描写がありますと。すごい気持ちいいっす。はい。疑似体験、気持ちいいっすね。別のバースに行きますと。そしたらもう、いろいろ食物が生えててね。で、人の衣装はみんなモノトーンになってると。で、出ました。ブルース・キャンベル、出ました。はい、待ってましたと。言わんばかりのブルース・キャンベルですね。資料の花畑3作の主人公でありますと。で、サムライミの大学時代の友人ですね。魔術かけられて、また、こう手と戦う。手と戦う話なんです。資料の花畑。そうなんです。ドラマシリーズとかもね、結局手がキーになってきて、自分の手と戦うっていうところで、まあ、また手と、まあ、戦うことになってるブルース・キャンベル。もうすごいメタな笑いとして、面白かったです。で、ワンダが、その、別のアースのワンダに乗り移って、ドリームウォークでね、乗り移ってというか、乗り移るあのシーンですね。あの瞬間もまたホラー描写ですね。鏡に映っていると。で、乗り移った後、一瞬だけね、カメラ見るんですよね。
すげえ怖い。もう一瞬、もうなんかこっちが見られてる感じがして、ストレンジ、眠らされますね。はい。で、眠らされるところ、あそこもね、音楽いいですね。ギター、トレモロの効いたギターが、キャン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 つって鳴ってると。で、その、絵の、歪んだ絵の感じにもすごい合ってるし、なんかサイキャな曲に変わっていくと、音楽が。で、そこもすごい、ドラッキーな、トリッキーな感じがして、すごい飛びそう、気持ちいい描写。すごい音楽、やっぱこの辺からね、だいぶ冴えた使い方をしておりますと。で、イルミナティが出てきます。イルミナティ出ました。出ると言われてましたが、出ましたと。で、最初ね、予告で、スキンヘッドが映ってたじゃないですか。プロフェッサー X の。なんで、あ、いねえじゃんと思って。ファンタスティック4のミスターファンタスティックだっけが出てきて、あ、終わりかと思ったら、後から出てくると、出てきた、あ、来たと思って、プロフェッサー X が出てきましたね。いやー、あれまさかの、まさかでもないか。やっぱ出たんだっていう感じで。そう、どっちなんだろうなと思ってた。パトリック・スチュアートの方でしたね、ちゃんと。初マーベル作品。マーベルスタジオに 20FOX の X-Men が出るのが初めてってことですかね、これね。多分。強そうな感じしてたんですけど、一瞬ですね、即倒されると。殺されると。てか、今回ね、人死にすぎっすね。かなりエグい感じで死にすぎですね。それもやっぱりそのヒーロー映画とホラー映画のギリギリのラインを言ってるんで、やっぱ人が死なざるを得ないというか、そういう感じがしました。これはもうイルミナティが、弱いのかワンダが強すぎるのかちょっとわかんないですね。あ、で、あの辺のワンダももう顔にこう血が来ちゃってて、ちょっとキャリーを思い出すようなね感じがしましたと。サンクタムサンクトラムに行きますと。幽霊屋敷とかしてるところに行きますと。もうこっから幽霊描写、幽霊屋敷ものが始まるのかというところで、ドアが閉まりますと。で、ストレンジの顔の寄りが出ますと。また出ました。この物体ズーム。カメラごと寄ってズームするというお箱ですね。サムライミお箱のカメラワークが出ました。で、もう一人のストレンジが出てきます。シニスターストレンジか。シニスターステージ。はい、ここでね、二面性の話になってくるという感じですね。もう一人の自分、なり得た自分というか、そういうものと対峙します。で、どちらを選ぶのか、という話になってきますね。で、ここのバトルがね、本当に良かったっす。ここすごいっすね。音楽の使い方というか、発想ですね。ピアノきっかけで譜面がバーンってなると。譜面の音符で戦うというところ。これ良かったっすね。いろんなクラシックの断片を集めて、ダーンってなって、で、逆再生とかしながら使って、最後はこう静寂、1音だけ出てるから、こう1音がこういってまとまってるところに当たったら、オーケストラの音がバーンってなると。あそこも本当に素晴らしいっす。あれはセンスオブワンダーですね。あれ楽しいシーンでした。シニスターストレンジが落ちて叫びますね、クリスティン。またここで叫びが入りますと。ここも大好き、サムライミ大好きの叫びが入りましたと。ダークホールドをゲットしまして、ダークホールドを使ってワンダを止めに行くというところで、ここで伏線を回収しまして、ゾンビストレンジが出ますと。出てくるシーンもね、もう、もはや逆ですね。あれね、もう、雨降りながら、雷バンバーンってなってて、ガッと腕だけ出ると。もう完全にもう、様式美とかしたゾンビ出現シーンがありますと。いやー、ここはね、ニヤニヤしちゃいましたね。やっぱね、もうお手の物というか、もうサムライミ、もうこんなん余裕でできますよっていう感じが出てますと。めっちゃ楽しいシーンでしたね。で、悪霊に襲われるとこっすね。死体ダメだよ、つって。お前死体は、それダメだろ、つって言われると悪霊に。本体のストレンジの方にも攻撃を仕掛けてきますね。出てきますね。そしたらクリスティーンが壺っていうか、なんか、あるじゃないですか。壺を使いますと。あれ一作目で、マッツ・ミケルセンに、お前使い方わかんないのかってストレンジが言われた壺を使うと。あ、こう火、ろうそくでいけんだっていうね、大砲的なやつなんだっていう、作品を超えて伏線を回収したシーンでございました。で、なんか悪霊と戦うっていうのもね、キャプテンスーパーマーケット、資料の花綿3の感じをなんかちょっとよぎるなっていうところもありましたね。ワンダとラストバトルですと。いや、ゾンビストレンジめっちゃかっこいいっすね。
めっちゃ中二病でかっこいいと思います。あの腕がバーってこう千手観音みたいになってるのもいいし、こうここの辺なんか掴まれてこうなってるのもいいしね。あのマントの防御の感じもなんかね、あの遊戯王みたいです、遊戯王みたいです。ヴァンパイアロードをちょっと連想するような、あのねエルドリッチとかね、あのアンデッド族感がねすごい増してて、良かったです。はい、そのなんでしょう、最後のね戦いも、だそれまで逃げてたじゃないですか、割とずっとね、あのワンダから割と逃げてたと思うんですけど、そこで立ち向かいに行くっていうところで、ヒーロー映画としてちゃんと成り立ってる気がしますね。っていうのと、サムライミの映画としてもそういうところでなんか成り立ってる感じがします。アメリカ・チャベスの能力を使って、子供に会いに行きますね、ワンダ。はい、でめっちゃくちゃビビられてると、そっちの世界のワンダが出てきます。でここでまた二面性というか、もう一人の自分と対峙するというところなんですが、さっきのストレンジとは立場が逆転してますね、完全にね。あとテレビで白雪姫を見てますと、ここね、ここもまたキーになってくるというところで、白雪姫と女王、まあ、これの立場にねすごく投影されてるというか、暗示というか、でワンダに、許しを得るワンダですね。まあ、このもう自分にしか癒せなかった、自分でしか自分を救えなかったんだろうなというのが分かるシーンになっていると。もう本当なんだろうね、ワンダが敵っていうのもすごい悲しいというかね、すごい嫌ですよね、あんなに一緒にみんなで戦ったのにね。最後死んじゃうしね、ワンダニアさんが潰れて終わりますという感じでございましたという感じですね。はい、とりあえずこう通してみてね、やっぱ二面性だから、もう一人の自分というか、もう一つのもの、もう一つの可能性みたいなところ、もう一人の自分と対峙して自分はどうあるべきかっていうのを選択する映画な気がします。はい、いやーもう見てきて、まあ、すぐね動画撮ってるんでちょっとまとまってないかもしれないんですが、僕の感想はこんな感じ。あーてかこの前ショート動画ちょっと上げてみたんですが、ちょっとどうでしたかね。ちょっとなんかご意見ありましたらコメント残していただけると幸いでございます。で、あとまあリクエストとかもねあったらコメントとかで言ってもらえるとありがたいです。まあ今日はそんなところで終わると思います。高評価チャンネル登録よければお願いいたします。それではまたお願いします。